お疲れ様です。お疲れ様でした。ちょっとね。そうですね、行っちゃいましたね。行っちゃったね、これ。でしょ？なんかテレビで見たんでしょ？テレビでやってたんだよっていうニュースを見ましたね。なるほど。はい、でしたっていう。女社長さんなんだね、高橋さん。美人女社長って話でしたね。なんとなくわかるサービスだったり、店の綺麗さ。ああ、でも女性っぽいですね。うんうん。はい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 。目細かい。うん。器もさ。ああ、そうですね。雰囲気いいですよね。お茶漬けに持っていく動線とかも。お店の前の看板に作って、なおかつコップも作ってみたいな。ご飯も味も美味しいっていう。そうですね。だからやっぱり、その辺もやっぱ隙がないなと思ったんですけど、ご飯はいまいちっていうやっぱラーメン屋さんあるんですけど、ご飯もちゃんと美味しくて。うん。ほんと隙が一切ない。ああ。完璧ですね。僕の尊敬する MB さんもよく言うんですけど、ドレスとカジュアルのバランスだっていう話も。バランス。よくして。ドレスってのはやっぱ綺麗めな、綺麗な、かっこいい感じのアイテムで、カジュアルっていうのはちょっと砕けた感じというか、はい。そういう日常着、あまりかっこつけない感じ、そのバランスがとっても大事で、そのカジュアルの方をよく抜け感っていうふうに表現する。抜け感。はい。僕なりの表現をすると、かっこよさとダサさのバランスっていう、全部かっこいいアイテムを着ちゃうと、なるほど。はい。なんかただの格好つけてる人みたいになっちゃう。あとは普通にスーツとワイシャツネクタイとか締めてるのはビジネスマンになっちゃう。なっちゃうね。そこにやっぱりちょっと多少の崩しっていうか、抜け感が入ってくると、はい、いい感じでかっこよくなるんですけど、だからこのレンコンパーカーのこのピンクの差し色とってもいいと思います。抜け感だね。このひらがなのレーとか。レーはい。なんか今日もちょっと黒の首高めにして、あとオール黒で。確かに。基本的には格好つき気味なんですけど、このピンクの差し色とこのレーで抜いてるっていう感じ。僕はまた英語だったり何もなかったらまた雰囲気が。あ、そうそう、雰囲気違います。レーはもう関係ない。このピンクの差し色かっこいいと思う。ちょうどここに来るからね。でも、だからこの辺に、だから本当に黄色い T シャツを着ちゃうと黄色とピンクでみたいな。ああ、また違う。で、なんかパーカーだしみたいな感じで、ちょっとそうそう、雰囲気変わっちゃう。だから、やっぱ顎出しの強さをパンチと捉えるんだったら、抜け感と捉えるんだったら、抜け感じゃないかな、なんか、パンチがない。パンチがない。パンチがない。でも、あっさり和風ラーメンよりは全然多分顎出しの強さは、出しの強さはあると思います。あるね。それをパンチと捉えるんだったら、結構刺さる人にはすごい刺さる。いるとさ、ラーメン、好みで。あ、でもそうそう、本当そうですよ。好みです。僕とレンコンさんの好みの違いも半端ないじゃないですか。半端ないよね。あ、ノックなって話ですか。お店があるから続けられてた。あ、そうですね。コンサルの中の抜けっていうか、抜きの日になるんでね。あ、そう。あっていいと思うね。そうですね。そういう日もね。そんなに続くと思ってなかったから。あ、そうですね。本当に。しかも、最初あれですよ、なんか。下の峰さんに行って。峰さん。なんか喋ってて、で、そう、YouTube でちょっと宣伝したいんですけど、僕が言い出して、いいよ、つって、一本撮ってみるか、つって。そしたら、なんか、峰さんからいろんなこと学びましたって、僕が言い出して。言ったね。第1回目のさ、YouTube は、別にコンサルっていうオープニングじゃないもんね。25回ぐらい噛んだんで。ぶつ切りですよね、編集。ぶつぶつぶつ、こう切れてる。めっちゃ噛んでる、そっちでもう止まってるんで。あれは、その割には本当成長したなと思うんですよ。リアルに噛んでるから。ああ、そうですね。練習してるっていうパターンだね。カットしないですよね。うん。なんか慣れてきた。まあそうそれ。あ、だから噛んでもそのまま続けられる。続けられる。昔噛んだら本当に、あ、ちょっと今さ、止めてください。そうそう。ただね、編集する側ね、止まった方が切りやすいんです。3、2秒ある間とかちょっと困りますよね。困るんだよね、これ。勇気。編集ちょっと冬休み僕学ぶんで。ああ、ぜひぜひ教えてください。もう。僕は、撮った後は僕が iPad で編集するんで。編集する。はい。来週何の日か知ってますか？来週？はい。お、クリスマスの次の日ですね。20。どうしますか？ 1226。1226。遠征じゃないですか、遠征。遠征か、そっか。遠征日だったじゃないですか。前言ってたね。言ってました。両方ともジローじゃんね。再び200回再生目指して。ジロー、すごいね、ジロー。すごい人。わかんないじゃないですか。神奈川ですから。あ、わかんないかな。わかんないですか。神奈川県だから。横浜集合。那須君はどっちの方が近いの？どっちが近いってなんですか？まあ、じゃあ、化石抹茶って。あ、了解です。そんな感じで、はい、ここまでが動画でした。待ち合わせ場所とかいらないですよ。誰か立ってるかもしれない。立ってるかもしれない。時間言ってないけど。時間言ってないね。はい、じゃあまた。バイバイ。バイバイ。これでいいですか？いいですよ。なんか忘れちゃった終わり方。本を読みたいけど、なかなか読めないという方に、カモ楽読がおすすめです。楽読って、脳を活性化させることによって、本が楽に読めるようになっていく。極端に早く読むのではなくて、2倍から7倍という誰でも必ず読めるようになるトレーニング方法が、カモ楽読には詰まっています。本が読めなかった人や、資格試験を受けたいけどなかなか合格できない人や、少しでも前向きに明るく、そんな風に人生をこう生き生きていきたいという方には、すごくぴったりな、そんな学びの場です。ぜひカモ楽読で速読の技術を身につけてどん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 成長していきましょう。カモ楽読でお待ちしてます。はい、それではレンコンさん、もうね、レンコンさんの何がすごいか言っていいですか？レンコンさんはね、とにかくね、人が大好き。